それで、あのね、禅宗の世界とかね、あと魔術の世界とかね、簡単に教えたらあかんねん、実は。だから、あっこは教師階級じゃないの。教えたらあかんっていう掟がある。実は親子関係とか、その職人の親方とでの関係もそうやねん。師匠、弟子の関係もそうやねん、本当はな。教えたらあかんねん、本当はな。でだと自分のものが育てんやん、弟子にとって。弟子が自分自身を完成させなあかんやん。そうやないと意味ないやろ。師匠の方を弟子が学んでも意味ないっていう、そういう考え方があるね。日本はそういう考え方がめっちゃ主流の国なの、実は。で、さっき言ったプロ野球の例でも、まあ、なるほどなって分かっていただけに、あれは本当にそういったことを観察しやすいやろ。なんか人気あるんちゃう？そういったことが観察できしやすいから人気あるんちゃう？ビジネスマンにプロ野球がめっちゃ人気あるの、そういったことめっちゃ観察しやすいからちゃうかな。もちろん労働者にもめっちゃ人気あるのもやっぱりそれなんちゃう？まあ、特に労働者やったら技術ね。で、ビジネスマンってメンタルね。めっちゃ観察しやすいちゃう、プロ野球って。なんだかってやっぱり観察しやすいシーンが多いからちゃう、プロ野球って。ずーっと動いてるわけちゃうから、プロ野球の選手は。止まってる時間の方が長いちゃう。動かない時間、動かないじゃん。まあ動いてるけど、へーへーって、どういったらやろな。プレイしてない時間が長いんだ、プロ野球って、野球って。どこでプロ野球そうなのかな。なんでかなと思った時に、結局、その球場の、ね、後ろにあるその広告とか、ブーって、映さなあかんからちゃうか。あ、言っちゃったんだ、それは。多いとこ、それは。で、誰のギャグなんかな、うちの知り合いがもう対応してたから映っちゃってんけどね。また教えてください、誰のギャグなんか。で、その、あんまり言わんとこ。で、分からへんでね、固まってなると、なんかのギャグに混ぜてオリジナルとかの仕込んできよるしな。油断できへんねん。そんな話もいいとして、平均逸脱してるよ、ブラックって。ネオ君もブラックだけど、ブラックネームやね。っていうか、実は開業医ってね、ブラック医者の出身のさ、多いねんで。知らんかったやろ。ここだけの話にしてね。で、勤務医はブラック出身じゃない医者が多いね。ここだけの話にしてね。それだけで気があるんじゃないかとだ、ずっとみんなにやる。知らーん怖いな。怖いね。じゃあなんで小泉が開業医潰そうとしたかわかるやろ、声が、声が。全然動くったんじゃ。残った自然に溶けちゃって送っちゃったあ、戻ってきた。出ていった。こんな暑かも遊んでたでしょ、こんなん。こんな面白かったかんねん、言っとく。ちゃんと真面目に先祖と会話すること、その時は。で、うちちゃんと会話した後やねんな。なんかの例やろ。明日はちゃんとその先祖の話しっかり聞かんくせに、こういう遊びだけするやろで、だからあかんのよってこと、訴えてあったんちゃう。そうみたいな。なかった？こういうのコントロールできへんかったら、あのあれで、精神病院になる。実は。な、これちゃんとコントロールできてるでしょ？なんでかって、うちめっちゃ哲学つらいからやん。だから哲学で、そういった内面に侵入したものを、簡単に言えばね、哲学ってめっちゃ免疫力強いねん。哲学強すぎたらめっちゃ免疫力強いギャルになっちゃう。わかるやろ、言ってるの。じゃ壊したくもなるよ。いいんだな。なし壊されてんねん、それで何回も。そもそもあんたらの現在って、それやねん。うちめっちゃ哲学強かったから、あんたにしょっちゅう壊されてる。それがあんたらの現在やねん、実は。キリスト教で言う現在。んで、まあ結局その、ちょっと一区切り置いた方がいいかな。うちの猫がちょっとびっくりしたみたい。